はい、どうも。ブラザーハイです。沼トークですね。ですね、今日はね、お知らせ等々って感じですね。なんつうかね、嬉しい速報があります。はい。でね、その速報のね、前にね、ちょっとね、もろもろちょっとお伝えしたいことというか言いたいことがね、あるのでね、ちょっと、ね、お話しします。はい。今ね、今日は8月の、12ですね。今、8月13だ。そう。で、8月の22と、あと、9月もありますね。9月の、なんだっけ、12だっけ、11だっけ、ライブが入ってるんですよ。22と、あと、8月、まあ、要は、8月後半と9月前半にライブが入ってるのね。そう。で、それでさ、まあ、こういう時期じゃん。そう、こういう時期ってさ、もう、何年行ってんのって感じだけど、うん、そうそうそう。まあ、ねえ、結構、まあ、ツイッターでもそうだし、あと、こう、伝え聞いてる感じでも、こう、ね、ライブやるんだって、つって、こう、ざわざわしてくれてるさ、本当ありがたいんだけどさ、うん。ざわざわしてくれてる方々もいるじゃん。そう。でね、そういう人たちもさ、やっぱこう、頭のこの辺にはさ、こう、コロナが、なんつってさ、あるわけじゃん。まあさ、ぶっちゃけさ、俺らもさ、あるわけ、すごく。そう。あ、そう、あるの。ものすごくあって、そう。で、まあ、ライブハウス界隈とかさ、とかからも、いっぱいいっぱいお話来るしさ、イベントやってる、ね、やつらとかからもいっぱいお話、ね、いただいて、で、すごい数の、そういう話を断ったりとかしてたりとかしてさ、うん。そう、もう2年ぐらい、そうなんだけど、まあ結局さ、俺ら的にはさ、やっぱりやりたいわけよ。そう、曲を出してさ、ライブやるっていうのはもうなんつったらいいの、ライフワークみたいなもんだからさ、うん。まあそれにね、やっぱりこう活動費みたいなものもさ、やっぱり必要だから、こう、曲を出してライブをやってっていうさ、その、なんていうの？まあ、健全なその流れだよね。まあ、そこの流れに、こう、戻りたいっていうかさ、やっぱりね、ちゃんと活動したいからさ、うん。まあ、チャンスあらば、で、まあ、チョイスして、させてもらって、ね、今回の、宇都宮と、あと、横浜セブンス、そうそう、やろうっていう、ね、メンバーで、こう、話し合ってっていうかさ、みんなスケジュールもあって、気持ちのこの、ベクトルもあってっていうことで、やるんですよ。はい。うん。だけど、やっぱり、みんな、ね、そういう、もう、そう、何、会場に行くまでの道中だってさ、嫌なわけだよ。去年ワンマンやったけどさ、その時なんてさ、今より全然コロナの全貌がさ、もう分かんなかったようなさ、感じだからさ、うん、今も分かんねえかもしんないけどさ、そう、だからすごい怖かったしさ、ワンマンでさ、うん。ワンマンでも怖かった、あの時は。だけど、やんなきゃって思ってやったわけ。うん。そう。まあまあまあ、それはね、うちらの、まあ中の話じゃ中の話だけどさ、まあ関わりがあるからさ、見に来る方々もさ、うん。だからこういう話をしたいなとは思ってたんですよ。はい。うん。そう。で、まあね、なんかずさんなとこなんかないと思うよ。おそらくライブハウスとか、そういう音楽をやる場でさ、やっぱ叩かれまくってるし、うん。うん、まあこの2年間でこう出入りしたところは全部すごい勢いで、
すごい勢いで、気をつけてるしさ、うん。まあ、換気はするわ、まあ、消毒はするわ、まあ、もう、ね、まあ、お客さんのそのソーシャルディスタンスとかなんて当たり前みたいな。でも、エントランスなんてさ、もうビニールシート、もう超分厚いやつが、20、30とかになっててさ、もう、受付の、ね、お兄ちゃんの顔が見えねえぐらいのさ、もう、パチンコ屋の換金所かみたいなさ、もうそんな感じになってたりもするわけ。そんぐらいもう超気をつけてたりするから、まあ、ね、絶対来いよなんつってね、言えるご時世じゃないから言わないけど、まあね、いろいろと、ね、都合を合わせて来てくれる人は、安心して来た方がいいと思う。うん。自分だってね、気をつけてるわけだから、そう。で、箱側も気をつけてんだから、まあ来たら来たで、マナー守って楽しんで、帰ってちょうだいって感じ。うん。そう。そうです、そうです。これちょっとね、言いたくてね、うん。そう、ツイッターとか、さ、そういうので、こう、ちょろりとさ、少ない文字数でね、言えないことだから、うん。って感じです。はい。まあ、来れる方はいらっしゃい。だけど、ちょっとでも不安だな、なんて思って、で、うんうんうんって思ったら、もう全然配信だってあんだからさ。うん、そう。いいよいいよ、それで見てくださいよ、本当に。うん。って感じ。いいのいいの、ほんと。もうこういう時だからさ。うん。増えちゃってるしさ。都内なんてさ。そう。まあ逆にさ、この、俺らもさ、都内の、ね、バンドだからさ、呼んでくれんのもありがたいしさ、どっちにとか、横浜とかもさ。だから、ね、まあ、俺らもね、精一杯、やるけどさ、絶対来いよなんてはね、絶対に言えない。うん。まあ、絶対見てねって感じ。配信でさ。うん。そう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 。うん。箱側もさ、そういう体制がさ、もう整ってるから、配信とか、そういうので、ね、変な話、配信の料金とかも取ったりとかしてさ、うん、そういう体制も整っているのでね、うん、はい、あ、そんな感じ。まあ、とりあえずちょっとこれはね、言いたかった、ずっと1ヶ月ぐらい、うん、まあそんな感じ。はい、で、速報ですね。速報、嬉しい速報。ですね、リリースがありますね。うちの、我らがヒューマノイズレコーズから、これね、前回っていうか、新しく入ってくるよっていう、二組を紹介したじゃん。で、その後にさ、彼らが出した後に、言おうかと思ってたんだけど、早く曲が上がってきて、すごく良かったから、もう出そうって話な感じになっちゃったのね。うん。そう。で、それがまあ、カラテコンドルですね。はい。まあ、言わずもがなかもしんないけど、まあ、うちらのラッパーでもあります、トーカさん。EPO のラッパー、トーカさん率いる、カラテコンドルですね。まあ、ヘビーロックだよね。うん。ミクスチャー的な要素がすごい強いけど、やっぱすごい重い。重いミクスチャー。なんつったらいいのかな。コーンとかさ、あのあたりを彷彿とさせる感じ、うん、の新曲がやばくてさ、もうこれも出そうっていう話になってさ、うん、で、速攻 PV 撮って、MV 撮ってさ、で、まあ、チューンコアとかも審査が通ってみたいな感じになったので、今回、告知なわけじゃないけど、まあ、とりあえず、情報だけ告知。で、詳細はね、まあね、彼らとの、すり合わせもあるから、少々待ってって感じなんだけど、まあ、ええ曲ですわ。うん。まあ、カラテコンドルね、いいっすよ、本当に。俺がね、EP をね、やるかやらないかみたいなさ、話があったわけよ。ヤシャケン、ケン君と小安にさ、
うるさい。に、誘われてさ、誘われてっていうかさ、やろうよって言われてさ、うん。で、それでどうしようかな、どうしようかなって言って、まあ、その時サラリーマンやってて、まあ、かなり病んでた感じのね、ブラック社員みたいな感じになってた時なんだけどさ。で、その時に、なんつうの、なんか呼ばれしたんだよ。まあ、多分ね、小安だと思う。小安が連れてったんだと思う、俺のことを。で、その時、そのイベントが、空手コンドルの道場破りなわけですよ。だから、この T シャツ。ね。はい。そう、それでね、すげえ、まあ、ライブももちろん良くてさ、で、まあ、ね、曲も知らないで行ったんだけど、まあ、曲はかっこいい。それはまあ、まあ、ドツボだよね。ドストライクっていうかさ、そういう、なんかリンプとかさ、コーンとか、そのあたりの感じの、もう、重い感じの、わさわさ系のさ、しかもツインギターでさ、みたいなさ、それ重いのできるよね、みたいな感じで。そう、そうなんだけど、で、まあ、まあ、皆さんさ、まあ、そういう風貌でさ、うん。まあ、アッキーさんとかもそうだしさ、まあ、トーガさんもさ、まあね、あの感じですよ。ドスが効いてますよ。なんだけど、MC になるとさ、すげえ人の良さが出るっていうさ、腰が低くてみたいなさ。それが面白くてね。で、まあまあまあ。で、それで、まあ、紹介してもらってさ、そう、そっからの付き合いで、で、もうね、全然プライベートとかでもさ、もうここのスタジオだってさ、ほとんどトーガさんが作ってくれたみたいな感じだしさ、そう、プライベートでもね、仲良くさせてもらってさ、みたいな流れなんですよ。まあ、長い付き合いっすよ、もう。ずいぶん長い。うん。そして、密度が濃いですよ。はい。そんな、空手コンドル、リリース、うちのね、レベルから、ね、してくれるっちゅうわけなんですよ。うん。ありがたいですね。これはね、もう期待して待っててほしい。いい曲なんでね。特筆すべきで言っとくけど、ハッチさん。ハッチさんってさ、もともと MPG 叩いてたりとかさ、空手コンドルでやってたんだけど、あの人さ、めちゃめちゃギターとかもうまかったりとか、ベースも弾けたりとかさ、あ、今ベースやってんだよ。そう。かなり多彩なんだけど、トラックメイキングが、ものすごい、うまいっていうか、センスがいいのよ、とても。結構なね、ジャンル感が、こう、広いの。そう。で、一緒にね、何曲か今ね、作ったりとかしてんだけど、結構ね、言えば言うほどこう、広がってくれて、で、それがね、結構ね、なんつったらいいのかな、間違いがないっていうかさ、うん、なんか、いい具合の人っているじゃん。そう、これがね、音楽やってる人にとってはね、なんつうの、すごく大切なことなんだけど、いい具合なんですよ。そう。で、その人が、まあ、音作りはもう中心だよね。うん。そう。アッチさん中心で、で、トーカさんが監督みたいなさ。まあ、映像も監督だけどさ。そう。まあ、めちゃめちゃいい曲になってますんでね。まあ、これはちょっとチェックということで。はい。ちょっとね、今日はこの二つトピック、話したかったですね。その、ライブに来る方々にっていうのと、あとは、速報、空手コンドルリリースだぜっていう話、うちのレベルからみたいなね、って感じです。まあ、とりあえず、詳細は、後々、楽しい試作も考えてますよって感じ。うん。楽しい試作も考えてますよって感じ。はい。待っててください。